FM。ワクワクしてる？皆さん、ワクワクしてますか？生きていればトラブルはつきもので、思い通りにはなかなかいきませんが、どうせやらなきゃならないことなら、何でもいやいやするんじゃなくって、ワクワクしながらやっちゃえば、きっと楽しくなるんじゃないですか？そんなワクワクできる考え方を、大分県で一番ポジティブな社長と一緒に考える番組です。吉井清松のワクワク土曜日始まります。大分県で一番ポジティブな社長、吉井清松です。せーの、いいね。皆さんこんにちは。アシスタントのチャコこと佐々木久子です。今週も始まりました、吉井清松のワクワク土曜日。皆さん1週間お疲れ様でした。この番組では冒頭にヨッシーに会える日をご紹介します。そしてヨッシー清松のちょっとだけいい話、さらにゲストをお招きしてのスペシャルトーク、また時には清松総合鉄工株式会社の元気のいい社員の方を一人選んでスタジオに来ていただき、社員の目から見た会社や清松社長についての本音トーク、ラジオに出たから言うけどここだけの話、私チャコが清松総合鉄工株式会社の社員さんにいろいろ聞いちゃいます。番組後半では清松社長が書かれている物語をお届けします。まずは吉井清松に会える日です。はい、ですね、4月3日もう本当に近づいてきたんですけども、月初の朝礼を行いますんで、ぜひとも7時55分清松総合鉄工にご集合ください。はい、僕の話よりも本当にうちの会社の社員たちの元気良さを見て、この番組でこう3週続けて話してるんですけど、みんなうちの社員楽しい楽しいって仕事が楽しいんだって言ってくれてるじゃないですか。はい、なんでそんな風になるのかっていうのは、ぜひともうちの朝礼見てもらうと分かると思いますんですよね。私たちゲストは後ろから見てるんですよね、朝礼をね。だけど本当皆さんの笑いながらね、朝礼をしていると本当に見てて楽しいです、勉強になります。はい、本当にぜひともなんか経営してる人、そうじゃない人でもいいんですけども、ぜひともうちの会社、こんな風にした人の気持ちって動くんだっていうのを多分見ることができると思いますので、ぜひともおいでください。そして4月1日のことなんですけども、2ヶ月に一遍偶数月の、最初の土曜日にウェルテル会、ウェルテル会っていうのを行っております。午後2時からでございます。いろいろ悩みとか若い頃ってあると思いますけども、その悩み、僕の年になって考えるとつまんないことで悩んだかもなって思うことってたくさんあるんですよね。ですから僕、今までの経験とかそういういろんな学びとかいうのもありますけども、それをこう惜しみなくお出しすることによって、皆さんがこうその悩みから早く解決されて、より良い人生を歩んでいってもらえたら嬉しいなと思って、やり始めたことでございます。若きウェルテルの悩みというゲーテの作品から名前は取ってますんで、ぜひともその4月1日土曜日、午後2時に参加していただければありがたいというふうに思います。何時間ぐらいされるんですか、いつも。14時始まって17時まで、3時間ぐらいやってま す、もうグループでみんなで話す感じでね。いや、もう1対1です。1対1だから、それをみんなが聞いてるっていう、聞くっていう、なるほど。そういうふうにやってますんで、過去ログは、清松総合鉄工のホームページで、公開してますんで、ぜひともこう、過去2回分あります。どんなことやってんのかなと思ったら、それを見ていただければ本当に分かると思いますんで、ぜひとも参加してみてください。今最近 LGBT とかいう話をよく、国会でも話になったりするじゃないですか。実際のところはね、もう LGBT っていう言葉はちょっと古い言葉になってて、ソジっていうのが、SOGI、ソジっていう言葉が、今基本的には世界では使われています。セクシャル、オリジエンテーション&、
ジェンダーアイデンティティっていうのが素地の略なんですけども、性的指向と性自認っていうことが素地と言います。それに E を加えてジェンダーエクスプレッションっていう性表現というのを加えて素地になったり、ソジックスというような性的特徴であるジェンダーキャラクターとかいうのも加えていくと素地スクという言葉になったり、して、まあ、LGBT よりも素地の方が今いろんなところで使われる言葉かなというふうに思いますので、まあ、ちょっと覚えておくと面白いかなと思いますが、素地って言ってみたりするじゃないですか。素地ってまあ、セクシャルオリエンテーションの略なんで、SO なんですけども、SO って呼ぶ場合もあるし、例えば FBI みたいにイニシャルだけを、よく OECD とか WHO とかいうのは、それを、読むじゃないですか、その頭文字だけを読む、そういうのをね、イニシャリズムって言うんですよ。イニシャリズムね、で今ソジーもそうなんですけども、AIDS とか OPEC とか、そういうふうにこう、頭文字をなんかそれを言葉として読む場合もあって、それがアクロニムって言うんですよ。だからそういう略語ってアクロニムっていうのとイニシャリズムっていういろいろ言葉が違ってて、そういうふうに単語だけを読んでいく場合とか、アクロニムみたいにこう言葉を、なんか言葉として読む場合とか、あとバロニウムとかいうのもありますね。バロニウムって SOS とか、DVD なんていうのもそうですね、ない言葉を作った。ああそうなんですか。SOS なんてのは、なんとか記号ツータタツーとかいうのがあるじゃないですか。あれで、非常にこう最初にすぐ遅れる言葉だったんで、SOS っていうのは緊急避難信号に変わったりしてるんですよ。だから何の意味もないんですけど、SOS 自体は、そういういろんな言葉が、そういういろんな略語がありますんで、じゃあなんかこの機会にいろいろ勉強してみると面白いかなっていうふうに思いますよね。清松総合鉄工株式会社がお届けするヨッシー清松のワクワク土曜日。やってることならそんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。本日のゲストをご紹介させていただきます。本日は清松総合鉄工株式会社から設計課長の坂本敦さんにお越しいただいています。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、はい、坂本さんもうね、お若いんじゃないですか。いや、もう今年でもう49です。そうなんですね、なんか清松総合鉄工に働いてる方って、年齢よりも若く見える方が多いんですけど、なぜですか。そうだよね、ストレスを抱えていないからかなのかなと思うんですけど、そこはどうかなって感じするんですけど、まあただ見た目より若いねっていうのはいつも言われますんで、そこはそれでいいかなというふうには思ってます。なんか坂本さんはキャラが立ってますね、すごく。なんか、そうですか。雰囲気がなんか、ありがとうございます。明るくて実直で真面目そうな、ありがとうございます、方だったと思いますけど、すごくね、真面目なんですよ、本当にね、つい最近、家を新築してですね。マイホームですか。そうですね、新築。妻が、がきっかけだったんですけども、やっぱりそろそろ新築に住みたいねって話があって、どうしようかなって考えていたら、もう土地確保したんでというふうにいきなり言われて、でもう会社さんも決めてしまったということで、もうこれはもう乗るしかないなということで、決めさせてもらって、もう今簡易的に過ごさせてもらってます。妻がもうすごく積極的に。そうですね、でもそれにこう乗っかる方が結構楽じゃないですか。そうですね、確かに、考えなくて済むかなっていうのはあるんですけど、でも設計課長ですからなんか、そうですね、こういう間取りにしたいっていうのは、私がその後いろいろ考えてましたんで、やっぱり間取りの関係はやっぱりご自分の意見もね。その時はもう自分でキャドを書いて、こういうふうにしたいんですというふうに話をさせてもらって、なるほど。でいろいろしたもんだした言って、あと今いろいろあったんですけど、採用していただいたということで、ちゃんとね、奥様に採用して家できた時に僕呼ばれて行ったんですけども、本当別居部屋までちゃんとあるんで。それはどっちの
提案だったんですか。いや、それはそれ書斎って言うんじゃないんですか。違う、いや、まあ、ベッドもあるんですよ。いや、寝室は寝室でちゃんと2人でありますんで、そこはそれはちょっと違うかなと思うんですけど、ただまあ仕事部屋が欲しいっていうことで、はい、まあ、妻が言ってたんで、じゃあちょっと狭いけどいいかなみたいな感じで、ちょっとあま、3畳ぐらいしか部屋がなくてですね。どっちの仕事場？妻がですね、保育士をしてまして、はい、保育士でいろいろその準備をしなきゃいけないということで、はい、どうしてもそのスペースが欲しいと、ね、なるほど、でちょっと狭くてもいいんでって話して、はい、いろいろ間取り決めてたらちょっと3畳ぐらいしか余らなくなってしまって、はい、なるほどね、でそれでここでもいいかなって言ったらいいよって言って、まあ、喜んで言ってくれたと。まあ本当に逆に女性すごいですね。女性の方の奥様の方の仕事場があって、坂本さんの仕事場の方は、一応私も部屋は確保していただいて、各2つ、うん、そうですね、はい、別々、うん、完全にこう顔合わせなければ合わさなくてもいいような、そんなことはないですけども、万が一のことがあっても大丈夫。いや、いいじゃないですか。そういう意味ではないですね。社長、そんなね、新築の時にそんなことまで考えませんよね。いや、やっぱりリビングで2人で話してる方が楽しいんでですね。そうですよね。ご結婚何年目ですか。結婚もう5年ぐらいだと思います。まだまだ新婚の部類で、まあそうですね、仲もうつまじくやらせてもらってるんでですね、お子様の方は今これ今準備中でして、いいですね、この準備中っていう言い方がいいですね。まあ奥様も保育士でお忙しいでしょうし、そうですね、でも実際設計課長ということは、はい、会社の中ではどういうお仕事をされているんでしょう。そうですね、主に図面を担当してまして、うんうんうん、まあいろいろ物件がある中で、はい、やっぱり、まあ、リアル4っていう専用のソフトがあるんですけど、はい、そのソフトで、まあ、図面を書いていって、うんうん、で時には設計の方といろいろ話をさせてもらって、うん、こういうふうにしたいっていう提案をさせてもらって、うん、でそれで、まあ、図面を仕上げて、はい、で最終的に OK をいただいたら、はい、それをもとに、まあ、加工図とか、はい、あと工場に作ってもらうための、まあ、部品を手配したりとか、そういったものをしてます。なるほどですね。入社して何年目ですか。何年ぐらいですか、まあ、はい、小野さんよりも半年ぐらい前に来させてもらったんで、はい、先週のですね、はい、そうですね、はあ、なるほどね。ということは、あ、もう7年半、そうですね、はい、そういうことですね、ということですね。もともとやっぱりやっぱり設計士になりたいとかいう方がいらっしゃると思うんですよ、このラジオ聞いてる方で。そうですね、で京松総合鉄工設計士でも入れるんだと思う方がいらっしゃると思うんですけど、どういう履歴でって言ったらいいんですかね。私ですかね、はいはい、私はもともと組み立ての仕事をやってまして、うん、学校とかは、あ、学校はですね、はい、大学で一応キャドは少しやってまして、はい、やっぱり工業系のコース。そうですね、どっちかというと、まあ、機械系の、はい、図面を書いてまして。高校の時は普通科ですか。高校は普通ですね。じゃあもう大学からでいい。そうですね、はい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 、なるほどね、まあ、その当時はメカトロニクスって言いまして、電気と機械の融合みたいな感じでやってまして、うん、まあ、その中で一応 CAD で一応そういう、うん、まあ、設計図を書いたりっていうのをまあさせてもらって、はい、ただもう大学以来全然図面書いてなかったんで、はい、だからその後日立に行ったり。日立、あ、そうですね、うん、そこで5年近くですかね、図面書かせていただいて。すごい。ただ鉄骨ですと本当にスケールが大きくて、はい、本当に今までやったのとは全然2倍も3倍もボリュームがあるものですから、はい、初めはもう覚えるのに苦労しまして、うん、まあでもやっていくうちに、うん、あ、なんか楽しくなってきたなって感じで、うんうんうん、本当にここで働かせてもらってよかったなというふうに思ってます。日立の時はどこの県にいらっしゃったんですか。山口ですね。山口、はい、出身は。出身は東京、あ、じゃない、ごめんなさい、千葉ですね。千葉、はい、わあ、それで九州に来られてるんですね。そうですね、もともとうちの母がですね、はい、ここの宇佐の出身でして、はい、あ、そうですか、まあ、社長ともその関係でご縁があって、うん、まあ、来させていただいたと。親御さんとお知り合い。そうですね、ああ、そうなんですね、はい、はい、じゃあ実際もう九州の地に足を踏み入れたのは、ここが初めてです。京松に、はい、入ってからということなんですね。そうですね、はい、九州はどうですか。まあ、山口にそれまでいらっしゃったから、はい、まあ、近いのは近いんですけど、やっぱちょっと雰囲気が違うかなっていうのがあって、まあ、ただここはここでいろいろ見どころなところがあって、ヤバ系だったりとか、まあ、あと大分市内とかいろいろ回ってるんですけど、はい、まあ、キツキがあったりとか、はいはい、まあ、本当にいろんな、なんか自然豊かなところがあって、はい、すごく目の保養になっていいなというふうに思ってます。あ、じゃあお休みなどは充実してるってことですね。そうですね、あ、もう車でドライブするのがとにかく楽しくて、はいはい、奥様と妻がですね、はい、もういろいろ用事を抱えていろいろ友達との約束で忙しいって言われてですね。そうですね。
まあでも一緒に行きたいっていう時は、はい、あの笑顔で行ってくれるんで、すごい助かってますね。はい、そうなんですね。九州に来られて、だって奥様もじゃあこちらに来てから出会われた。あ、そうですね、はい。え、もうそれもあの社長のご縁があるんですけども、はい、まあ、僕は仲人みたいなもんで、ご結婚の世話までしてるんですか。そうそうそう結婚斡旋業やってます。表彰されますよ、ね、あのだってあの清松総合鉄工って、はい、あの独身率が少ないですよね。そうですね、意外とあの、結構今の若い方って結婚しないのに、あの結婚されてる方がとても多いから。そうですね、ね、そうなんですね、そうそうなんですね、お出会いが、うん、そうですね、もう社長と出会わなかったら結婚もなかったし、うん、新築建てることもなかったんで、本当に夢を叶えてくれる会社なのかなと思ってよかったと思ってます。なるほどね。もうではじゃあもう大分にはもうきっちりともう足をつけて、そうですね、はい、はい、あの親御さんたちもこちらの方にじゃあ来られたりもするんですか。たまになんですけど、うん、最近はやっぱコロナの関係もあってなかなか来れない状態で、うんうん、まあ、最近はちょっとやっぱり親がですねちょっと高齢になってきまして、うん、ちょっと足腰が弱いっていうことで、うん、なかなか来てくださってくれないことが多いんですけど、うんうん、ただもう新築ができたんで、もういつでも泊まれるよって話はしてますんで、うんうん、まあ、生きてるうちに来ていただいたらなというふうに思ってます。とてもね親孝行さを感じますね、うん、坂本さん、ね、そうですね、はい、あの実際働いてみて、じゃあもう、はい、あのご両親が遠方にいらっしゃるということで、はい、実際清松ご夫妻というのはもう親のような感じじゃないんですか。そうですね、うん、本当にあの昔から、うん、あのよく私のことを知ってまして、うんうん、本当にいろいろと私のことを気にかけてくれて、はい、まあ本当に良かったなと。奥様がものすごく温かい目であの陽子さんが見てますけど、陽子さんから見てこうなんかこう成長されたなとか今。いやもうね、はい、あの入った頃はすっごいこう、うん、もう辞めるんじゃないかと心配しとったんですけど、もう今はね、うん、もうしっかりと仕事あの地に足をつけてやってくれるようになったんで、うん、大変心強くなりました。ありがとうございます。長いもう本当にこう、はい、あの一つのことでつまずくとずっとそのこと考えてしまう、はい、そういうタイプだったんですよ、ね、うん、人間がそういうふうにこう、はい、真面目なふうにできてて、はい、なんか笑い飛ばすことが僕らやったら笑い飛ばすようなことが彼にはすごくあの負担になってたみたいで、ずっとこうあの最初の頃塞ぎ込んでたんで、今女房が言ったような感じになったんですけど、最近ね少しあの明るくなってきたよね。そうですね、いろいろな人に声をかけていただいて、あの励ましてくれたりとかしてくれるんで、特にあの、まあ、上司であるあのが山田専務なんですけども、はい、専務はいろいろとあの、まあ、物をいただいたりとか、まあ、時にはもう相談に乗ってくれて、本当に心強いなというふうに思ってます。責任感がとても強い方なんですね。でもなんかあの私も朝礼参加させてもらってますけど、あの月初の朝礼、はい、あんな風に失敗をね、はい、皆さんの前で言って、はい、じゃないかって言うのはどうですか。あ、すごくいいことだなと思いまして、はい、なかなか失敗って言えないですよね、うんうんうん、でもああいう場で言ってやっぱりそこを許してくれるっていうのは、うんうん、やっぱ言いやすいっていうか、うんうん、自分のたまってるなんかこう不満とかそういったものをそこで言ってもいいんだみたいな気持ちにさせてくれるっていう意味ですごくいい取り組みだなというふうに思ってます。なるほど、はい、やっぱそういうところもあってやっぱりどんどんとやっぱり坂本さんっていうのはこう変化していったんじゃないでしょうか。あ、そうなんですか。ありがとうございます。これねパソコンが得意なんで、はい、自作のパソコンとか作ったりも。自作のパソコン、うん、あ、そうですね、今最近はイルミネーションみたいな感じでこうペカペカ光らせるようなものがあってですね、すごくおしゃれになってるんですけど、そうなんです、まあ、組み立てが好きなんで、まあ、その延長線上かなという感じ。パソコンを組み立てるんですか。あ、そうですね、いろいろなパーツがあるんですけど、そのパーツから自分の欲しいパーツを、まあ、あの選んで、それを、まあ、プラモデルみたいな感じでこう組み立てていくっていう感じでやりだしたら楽しいかなというふうには思いますね。実際仕事で使うパソコンをそうやって自分で加工する。あ、そうですね、はい、まあ社長から買っていただくものがほとんどあるんですけど、はい、うん、最近私の方で組ませていただいたパソコンが1台あって、それを今山田専務の方に使っていただいてます、うん、そう思い、そうなんですね。それはまたそれでまた仕事するのが楽しくなりますね。そうですね、やっぱりそういうこともさせてもらえるってことで、あ、すごくいいなと。すごいな、はい、なんかこう
これから清松にずっといらっしゃる中で、はい、こういう仕事もやってみたいとか思うことありますか、まあ、夢とかは、まあ、夢って言いますか、はい、やっぱり、まあ、図面関係やってるんですけども、うん、はい、どんな図面でも、もうどんとこい俺に任しとけって言えるような、やっぱりそういう仕事をやってきた、うん、もう図面のことなら俺に任せろっていう風に言えるように、うん、まあ、精進してやっていきたいと思ってます、うん、あ、もうこういう お二人からもなんかもう今もうなんか親の目線で見てますそうね、あの社長、はい、社長夫妻っていわゆる、はい、社員にとっては、はい、お父さんお母さんと同じだと思ってますんで、うんうん、僕、まあ、そういう家族ぐるみの付き合いができる会社に僕もしたいと思うし、うんうん、まあ、僕らの規模ぐらいだったらそういう会社になりやすいんで、うんうん、まあ、これがね大企業で、はい、ね、何千人もいるような会社だったらそうは、はい、そう簡単にはならないんでしょうけど、はい、社長に会ったことない人ばっかりじゃないですか、大きな会社だったらね。でも僕らの規模だったら社長と、まあ、毎日のように話はするし、うん、社長もその人の私生活まで踏み込んでいっていろいろこう話ができている、うん、まあ、そのレベルで最高かなっていうふうに思ってまして、うん、これ以上大きくすることもないかなって思ってるんですよね、うんうん、そうですよ ね、社長のところに入ったら保険が24時間あ、それもすごい、ね、ね、メリットですよ ね慣れない新築の家からねちょっとこう DIY してこけて落ちても保険が出る、ね、そうそう何があっても守ってくれるっていう、そう、そうでございますよ、ね、すごい安心感ですよねこれからね坂本さんが今からこう清松この今の話を聞いてもすごく興味湧いた人っていると思うんですよ、うん、今からもし清松に入っていきたいなと思う人に向けて、はい、何かこうお話ししていただけたら一言お願いします。ああ、そうですか、はい、まあ鉄工所ってことで、うん、まあ、ちょっとやっぱりあんまりいいイメージ持たない部分もあるんですけど、うん、実際やってみたら楽しいんだっていうのを思える、うん、そういうふうに皆さんもし入られた方に対してはそういうふうな、うん、やっていきたいと思いますので、うん、もう本当にやりだしたら楽しいっていうふうに思える職場だと思ってますので、ぜひ来ていただけたらと思います。はい、はい、ありがとう。いや素晴らしいです、はいはい、これからも坂本さん、はい、素敵に頑張ってください。 ありがとうございますよろしくお願いします。はい、今日のゲストは清松総合鉄工株式会社から設計課長の坂本敦史さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。ここならきっとワクワクできる、みんな主役の人生、ワクワクしてる？いやいや、ながらやってることならそんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。清松総合鉄工株。若い女性のための創作童話、アスナロその3。アスナロはやはり不幸だった。なぜなら自分を愛せなかったからだ。そして自分からさえ愛されていないアスナロを他の誰も愛するわけがないと思っていた。そう思うことでアスナロの心はどんどん荒んでいった。もうアスナロには思い描く未来はなかった。ただ自分への諦めと憎しみだけがそこにあるだけだった。アスナロには幸せになろうという意思さえなくなっていった。ヒノキはアスナロにとっては幸福の象徴だったのかもしれない。その緻密で光沢を放つ材質と気品高い香りを持っているヒノキは、そしてそのせいで人々から愛されているヒノキは、アスナロにとっては幸せそのものだったんだ。でもある日のこと、アスナロはそんな苦しみや悩みをヒノキに話してみることにした。するとどうだろう、ヒノキにもやはり悩みがあった。ヒノキはヒノキで幸せなんかじゃなかったんだ。たった一つだけヒノキとアスナロは大きく違っているところがあった。ヒノキは自分を諦めていなかった。幸せになろうとしていた。そしてそれをつかめると信じていた。ヒノキは自分を愛することをやめていなかったんだ。アスナロと同じ苦しみの中にあろうとも、ヒノキは自分を信じることをやめていなかった。辛くても
前を向いて歩いていた。その歩みこそがヒノキの愛されるゆえんだったのかもしれない。はい、どうもありがとう。ね、あのまあ同じようにね、ヒノキもなんか悩んでたんだって、はい、僕らみんなこうみんな人のことを見ると、うん、羨ましくて、そうそう、なんかあの人みたいになったら幸せだろうなってみんな思うじゃないですか。あの人悩みとか絶対ないわとかね、うん、そうそうそう、はい、そういうふうに、まあ、それこそチャコなんかも普通の人が見ると、はい、あんな風に美人に生まれてきて背も高くてそういう感じで、はい、みんな羨ましいなって思って見られて、うんうん、でなんか嫉妬の対象になったりするけども、はい、やっぱりチャコもチャコでいろんな悩みあって、うん、相当ありますよね、言えないけどそうなんですよ、そうなんですよね、うん、よく話を聞いて、はい、腹を割って話を見ると、はい、実はやっぱりヒノキもそれなりの悩みを持っていた、うん、よく似た悩みを持っていた、うんね、よく似た木だからよく似た悩みは持つわ、人はみんなね、うん、そうですよね、そういうふうになってるはずなんだっていう話ですね、はい、うん、ただやっぱり輝いてるのはなぜかというと前を向いているからってことでしょ、うん、そういうことですね、諦めていないというね。で第4話で、はい、その、うん、あの理由が詳しく述べられるっていう話、楽しみです。どんどんポジティブになっていけます、はい、ありがとうございました。会社は明るく、社長は男、キヨマ総合鉄鋼カウ、機械は最新、社屋は斬新、キヨマ総合鉄鋼カウ、作る喜び、男の仕事、可愛い女性も活躍中、キヨマ総合鉄鋼カウ、さあ一緒に働こう。ワクワクしてる。はい、坂本君帰っていきましたけども、はい、まあちょっと小ネタになるんですけど、うん、マンマミーヤって聞いたことあります、はい、マリオブラ、マリオが最後に、なんか失敗、マンマミーヤって言いますね、言いますね、うん、ああいうあれどういう意味だと思います、うん、分からない、そういえば、あのね、はい、英語圏で言うとジーザスクライストっていうと、神よってやっぱそう、あ、そうそう、うん、イエスキリストっていうのジーザスクライストって言うんですけども、うんうん、それと同じようにマンマミーヤって、聖母マリアっていう、あ、そうだったんだ、うん、そういう同じような、うん、まあ、本当はマンマミーヤ、ミーマンマっていうのはお母さん、うん、ミーヤっていうのは私の、うん、あ、そうだったんです、ね、うん、私のお母さんっていうんですけど、うん、マンマミーヤって言ってしまうと、うん、聖母マリアのことを指したり、なるほど、我々全ての人たちのお母さんっていうで、そういう風に使います、うん、で、まあ、オーマイゴッドとかいうのと、まあ、ほぼ同じような、言い方でマンマミーヤっていう言葉を使ってますので、なんかびっくりした時とか簡単な、いや、もう感動した時とかいう時にマンマミーヤっていう風に使う、まあ、マリオはよく使ってるからタイミングわかると思いますけども、はいはい、なんてこったかと思ったんだけど、ね、そうそうそう、そういう感じです、簡単ですね、ちょっとまあそういうのをこう、はい、覚えておくと面白いかなと思って最後に共有させていただきました、ね、マリア様って言ってたんですね、そうです、はい、知識になりましたよ、よし、ありがとうございます。本日もお聞きいただきありがとうございました。お相手はよし池松、そしてチャイコこと佐々木久子でした。せーの、いいね、あが疲れたと呪いの言葉を言ってませんか、そんな言葉を子供に聞かせて未来の夢を消してませんか、清松総合鉄鋼カーブ、夢の言葉が僕らにはある、いいねを貯めて宇宙に行こう、いいねは僕らの合言葉、一つ一つの困難越えてその先にある夢へと向かおう、全てはイヤイヤするんじゃなくてワクワクしながらやっちゃおう、いつも全力出していれば疲れることもあるかもね、でもここならきっと充実感、やりがいある人生